京都龍本寺から300年以上前の仏像が何者かに盗まれる。がネットで話題。内容はこちら。京都龍本寺から300年以上前の仏像が何者かに盗まれたようです。では、記事の一部を引用しご紹介いたします。京都府警上京署は7日、京都市上京区の龍本寺から300年以上前に作られたとみられる仏像が盗まれたと明らかにした。寺の建物が現在の場所に再建された1700年頃より前からあった仏像で、自家不肖としている。上田日水住職は取材に許せない、返してくださいと話した。盗まれた仏像は合天使と呼ばれる火や月、星の化身の守護神で、高さ約50センチ。敷地のお堂に置いてあった。7日午前7時頃、寺に来た信者が仏像がないことに気づき、寺の職員が署に通報した。仏像は盗むなんて罰当たりすぎますよ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。仏像泥といえば、あの国に行く荷物はチェックしないと。当然疑っちゃいますよね。あの人たちを。次はこちら。確か以前仏像盗んで我々のものだと言っていた人たちがいたな。はい、いました。次はこちら。京都府警の威信にかけて徹底的に捜査をしていただきたい。必要なら警察庁もインターポールも動員をかけて必ず犯人を捕まえてほしい。貴重な日本の宝ですからね。絶対に犯人を捕まえてください。最後はこちら。ただでさえ中国人に買い占めをされている京都が、今回はこんな被害を。京都の旅館がどんどん中国化しています。そんな中、貴重な仏像さえも盗難なんて許せませんよね。結論。300年以上前に作られた仏像が盗難被害。そもそも日本人が仏像を盗難しますかね。なんだかあの人は。いや、なんでもありません。まあそうは言っても、最近の日本人のモラルは正直落ちたものですからね。ないとも言い切れません。とにかく警察の方々は、この貴重な仏像を盗んだ犯人を必ず捕まえてください。よろしくお願いします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。